通過ビッグダーティー2013夏三色おにぎりの腐りやすい季節に新たな事件が勃発。どうなる、どうする、ビッグダーティー。6月某日、はい、みんな注目。今日から我が家に新しい家族ができた。レントの次だな。似てるだろ。またまたダーティーに赤ちゃんが誕生。名前はだな、林下ナビ。いい名前だろ。有無を言わせないのがダーティー流。みんな仲良くやってくれな。お母さん誰？え？ナビのお母さん誰かだって。子供からの突然の質問に戸惑いながらも語り始める父清。まあそれはだな、そこら辺を歩いてた野良犬をナンパしてだな。で、まあ詳しくは言わないが、まあそういうことだ。さしてくれ。なんだお前の詐欺すんだ目は。突如として怒り出す父清。俺はこうだ、いつだってこうだ。俺はこういう人間だ。これ以上でもないし以下でもない。俺はこういう人間。いや、まあもう犬かもしれん。はい、ごめんなさい、すいませんでした。これで自らを犬以下だと宣言するダーティー。おい原始、まあ、笑すぎだろお前。こんなお前原始の柔道着洗濯するとき、もう柔軟剤の代わりにメンツを入れとくからな、茶色くなるぞ。これはダーティー。テレ朝との契約が切れてもビッグダーティーの子作りはまだまだ続く。チャンネル登録はこちらをクリック。